ニトリってカグヤじゃないの？ホームセンターとカグヤも一緒だろ。ニトリだよ。どんだけ器できんだよお前マジで。ありがとう。ここからじゃねえよ。はい次。ゲルト、ホトゲト、ホットゲート、リスケでーせーの、イライスでホットゲーちゃんと自己紹介しろちょっと、あの出だしミスったかも。ミスりすぎだろ。ミスりすぎだし、初見さん誰ってなるからこれ。本日は一致するまで終わるまでトリプルセブン、トゥルルルティーなかったな。一致するまで終わりまってブリコだった今ブリブリな。じゃあそんなブリブリなイレースメンバーの皆様ですね、はい、今日の一番最初の挨拶見てもらったら分かる通りみんな全然バラバラで一致しませんので、はい、たまには一心伝心しっかりするゲームやっていこうと思いました。うまいこと言わんでええねん。というわけで一心伝心ゲームいってみよう、はい、行ってみ、行ってみよう。ホームセンターの定番といえば、というわけで今日はこういう問題出すんで、はい、みんなで同じ回答を出すように頑張って一心伝心して調整してください。これはホームセンターの定番って何？さじ加減だよね、うん、これ何を書くの？ホームセンターの定番、店でいい？あ店か、中井さん。ホームセンターの商品かと。店の名前ってこと？店にしよう。商品は無理やろ。商品は無理やろ。店は多すぎる。お店行こう。ホームセンターといえば、やべえ、ホームセンターの定番知らねえ。絶対これ。いやお前絶対聞いたことあるぞ。お前聞きました。オッケー、じゃあ回答表示していきます。はい、こちら、じゃーん。うわ終わった。おいそんなわけないやろ。マジで本当にどこだよ。全員違えんだけど。ショウちゃん待て、こんな違いなんだこれ。ショウ意味わからへん。俺なんだこれ。俺はね、俺はね、コーナンとニトリで迷った。いや俺もコーナンと迷った。コーナンってどこだよ。ニトリってニトリってホームセンターなの？ニトリってホームセンターじゃねえよ。ホームセンターじゃねえよ。ニトリって家具屋じゃないの？ホームセンターと家具屋も一緒だろ。ニトリだよ。もうお前ふざけんなマジで。一緒じゃねえよ。大根ってなんやねんこれ。ホームセンターどこの田舎の店？お前どこだよ。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 店内放送の曲歌うからこれで聞いてほしい。わかんない。ホームセンターやめろやめろやめろ。知らんねん。知らねえよ。え、ショウはなんなん。いや俺普通ニトリはどう見てもお前ら知らねえ。見えんてこれ。お前画力に頼んじゃねえよ。次の問題来た。国民的、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 これ二択になるやん。え、これどっちだよ。俺階段から降りるよ。一択なんだけど僕。え、一択なんてか。いやあれしかないけど、でもちょっとこれ多分言ったら合っちゃうから。え、ちょっと待って、どっちだ。結果表示していきます。こちら、よし。あ、終わった。そうだね、そうだね。よかったよかった。いや、わかるわかるわかる。これイレイスとタモリさん書いたから。若干慎重しないで再現するやめてほしいんやけど。うわー終わった。若干慎重さあるの。若干慎重さやめろ。イフくんの何この独特な。なんもねえよ。なんかスにすごい意志があるんですかね。ないないない。 M ってこうなんかカマキリみたいな。なんで書いたらこうなっちゃったの。四角も使って書くんだ。いやいや、それいや、お前やっぱ頭いい人ちげえな。お前何角使って書いてんだよ。他の人に手任せるけど。マウスがバグったの。何この手。これまだマウスがバグったの。ほんま本当にバグっただけ。これは来た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 。次の問題こちら。これは絶対合わへんって。絶対無理やって。これマジで朝ごはんの定番といえば、俺の定番書くね。いや俺のってか、みんなの定番じゃん。違う、俺じゃん。じゃあ結果表示していきます。こちら、書いてない。うわ来た。書いてない。書いてねえやつ。ショート俺だけやもん。ないこれ、なんなんだ。ないよって話っすね。なしだよ。なしやめろ。待って待って、ショーちゃんの手キモ。いやサイズ感間違えちゃったね。なんかエヴァの槍みたいになってる。ショーちゃん何食ってんのこれ。卵ご飯やもちろん。あ、卵なんだこれ。卵焼きいつも食ってるから。それ納豆かと思っちゃった。納豆じゃないよ。納豆3人いるんだ。合わせに行くのよ、さっきから。違う違う違う。俺らは食べてるもん一緒なんだけど。どんだけ器できんだよお前マジで。ありがとう。まあそうだね。ここからの器じゃねえよ。はい次。次の問題こちら。これはいけるんじゃない。これはいけるだろ。なるほどね。いけるいける。まあ行こう。集まったんで結果表示していきます。こちら、
おお正解。怪しい。どうこれ。どう。クラちゃんどここれ。ショーは。で俺カナダであのオーロラ描いた。なるほど。全然オーロラではないけど、なるほど。どっちかちょっとツンドラ気候って感じしますけど。合ってますよ。合ってる。来た。来た。いいの？え、いいだろう。いいです。合ってないのか？え？やったー。よっしゃー。いや、よかったー。うわー、カナダはあるんやね。韓国いるかなーと思った。僕も思ったんだよ。まあでも一回程度じゃ別にまだわかんないから二回連続してこそ入れていい。じゃあしょうちゃんが象形文字のせいでさ。いやいやいや、象形文字関係ない。来た。うわ。やった。来た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 。マジ来た。え、わかんねえこれ。これはみんな同じじゃない？これ本当にわかんない。寿司屋でマナーがあるからちゃんと。え、マナーあるの？うん、あるよあるよ。知らないの？俺ガキだからわかんねえわ。行こうか。ガキすぎる。しょうちゃんそろそろさ文字にしてもらわないと完璧に終了できないのよ。オッケー、ここまで。じゃあ普通に文字書くわ。そうだよね。よかったよかった。オッケー。で結果を表示していきます。こちら。もういいよ。ええじゃねえかよ。いや。いや分かったもんね。綺麗な振りやめろ。もうでもこうなることは分かってたからもう。シンプルにさ、卵焼きではないやろ。卵焼きが一番ダメでしょ。え、なんか卵焼きもなんかある気するけど。お寿司屋さんに一番最後だろ卵焼き。お寿司屋さんに来て出てくる最後が卵焼きよ。大体。そうやで。最後なの？でもおめえガキだから分かんねえんだ。うれしそううれしそうすごいうれしそうガキのくせにあこれもうラストこれで決めようラストこれで決めよういいやいいやいいや世代出るって出ねえわ世代出ねえわこれはどうする世代出すいやわかんないどうしようか世代出したら絶対正解せんのよ世代出したら絶対当たんないよ面目なるからえ当てに行くじゃあ当てに行くわ当てに行った方がいいと思うね当てに行くわ書きましたねじゃあ行きます結果表示していきます結果はこちらうそだろお前お前帰れよお前が一番うるさいやんけいやいやいやお前がいっちゃうるさいのに絶対見たことないやんこれなんでだ見たことないやろどういうこと世代出さないって言ったやんマジで帰れそっちこれどうショウこれあれだよ。ショウちゃんあれだよ。ブルーロックのオープニングで普通にそう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 。オープニングムービーで見えねえ。いやいや俺はわかるもん。結果表示してきます。こちら。うんうんうん。え？お前さ。でも俺トカゲだトカゲ。俺もトカゲよ。てかなんで言い合ってないけどいやじゃあ200円だ200円だゴリゴリ変えたけど変えいや俺は無理があるんだろトカゲだろトカゲやろこれはどう見てトカゲやろ前から見てお前トカゲキャンディーかお前お前さヤモリとか言って調子乗んなよお前ほんまにヤモリはいやいやあんたに僕だけ違うんだこれヤモリだがあーちょっと待って待って待ってショウちゃん誰だお前いや、北斎でしょ、北斎、北斎、北斎いや、私しかないみたいなあ、イムやろ、あいつお前、仏書いたやろ、お前なこれ、千年前のイムだろあー、そっちか、みんな全員違うちょっと、ちょっと待って、ちょっと待ってあの、真ん中二人はさ、これ、店の名前書いてんのよ、これいや、もう、金手やん、ディエンジャー量販店やんけ、お前お前、これごめん、俺、ヨドバシカメラ書いたもうお前らマジで家電メーカーじゃねえから額がねえ額がやっぱフリーレンね終わったわあーフェアリーテールあーフェアリーテールも確かにそうやな一応有名かなと思っちゃったあれ一応魔法使いか確かにフェアリーテールそっか魔法使いかあれかえショウちゃんだったあいつらショウちゃんどれこれえ普通にフリーレンフリーレンこれどう見てもお前ハゲ散らかしてるやんけフリーレンハゲ散らかしてるこんだけ長いから見たことないだろこれフリーレンだ合わせたいいつまでやっとんねんこれこれだったでしょあー来た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 この中で政治家に向いてる人は誰これはいける頼むよ合わせていけよこれ決めようこれはいけるじゃあいきますラスト結果表示していきますこちらでんうんない子素晴らしい素晴らしいよかったよかったこの髪型はない子やわこれこの髪型誰でも違うやんこの髪型はほんとにハートがないからない子だそうだよないじゃないじゃん俺もないじゃんそんなジャッジなのわかりづらでもなんか耳の部分いや、まあいいかということでこれは全員一致でーすやっと終わったやったー次に終わりますよかったいやーやっぱすぐ終わったねレースメンバーだし最後の最後に会うのがいいねよかったよかった俺の感じ独特やなこれ俺の感じ独特
そうか、こんなんで終わるか。終われる終われる終われる。エンディング流してください。